犯罪者扱いされて、息をすることとか人と会うこととか遊ぶことっていうのがもうビジネス本はいらなくなります。最高の自分スタイルを掲げる SPEC 代表本田正幸が若者へ伝える今日のテーマは、はい、皆さんこんにちは。表参道で若者を本気で応援する会社を経営する本田です。このチャンネルは私が学歴、コネ、お金全くゼロから表参道の経営者になった、その経験を生かして普段から世の中の若者たちから受ける人生の相談、それから未来の悩みに対する相談を通しながら、最高の自分スタイルで生きるための情報を配信しています。今日はですね、タバコを吸うように仕事をしろどういう意味やねんっていう話をしたいと思います。今はね、電子タバコとかになったし、なんか喫煙する人間ってね、喫煙所がすごく場所が少なくなったりとかさ、ある種なんか犯罪者扱いされてすごくタバコを吸いづらい時代になったんですけど、僕らの頃ってほとんどなんか大人になったらやっぱりタバコ吸いたいと酒飲みたいっていうのはもうこれワンセットだったんですよね。でもやっぱタバコ吸ってる俳優がかっこいいとか、大人がかっこいいとか、先輩かっこいいとか、酒飲んで楽しそうにこう人生を語ってるような大人たちを見て素敵だなとかって思って始めるわけですけど、でも二十歳になって実際にタバコ吸ったりとかお酒飲んだりして、最初からうめえなっていう人ってまずいないと思うんですよね。でもそれでもなんかやっぱりうまいって思ってる、本当にこれうまいわって言って吸ったり酒飲んだりしてる大人たちを見て、ああなりたいって思って頑張って吸ってるうちにタバコのうまさが分かるようになったりとか、酒の美味しさとかが分かるようになったりとかってしていくわけじゃないですか。っていうことはですよね、人間には何があるかって言ったら、やっぱりその最初は好きじゃなくても、その先にある楽しさとか美味しさとかっていうものを見つけ出す能力が人間全員にあるってことです。もう学歴とか関係ないですよ。仕事もそうなんですよ。仕事もそれは最初は嫌かもしれないし楽しくもないかもしれないけど、タバコを吸うようにそれを本当に美味しいって吸ってる先輩かっこいいなって思うように、やっぱり仕事の中にもなんかやっぱこれを楽しんでる人がいるって、何が楽しいんだ、でもどうせ働くんだったらこの働いてる時間を嫌だなって言って生きる。で1日例えばさ5時間でも8時間でもいいんだけど、月20日間働いて160時間で1年間働いたらざっと2000時間、2000時間で10年働いたとしたら2万時間、20年働いたとしたら4万時間、こんな膨大な時間をね、つまんねえな嫌だなって言って生きるのって嫌じゃん。俺は嫌なんだよね。だったらどうやったらなんかこの時間が楽しくなるのかっていうのをちょっと一緒に考えようよ。まあ、このチャンネルをやってる目的っていうのがそもそもそこにあって、俺は楽しく働いてるんです。本当にもうなんか働くことと生きることと、なんだろうな、息をすることとか人と会うこととか遊ぶことっていうのがなんかワンセットになってるぐらいに楽しく仕事をさせてもらってます。そして収入を得てるんですけど、まあ、そういう人間がいるっていうことはですよ、一番最初吸った時になんじゃこりゃって思うぐらいまずいタバコを美味しそうに吸う大人がいるように、そうやって働くことを本当になんか楽しみながらね、人生を謳歌してる大人が、まあ、一定数いるわけで、少ないっちゃ少ないんだけどいるわけで、っていうことはそれを見つける感覚が人間にはあるということです。タバコの美味しさを見つけられるように、そしてあなた方にもある、君らにもあるとしたら、20代の若者で将来の不安、仕事の不満、今より人生を明るく過ごしたい人は、本田正幸が代表の SPEC 公式 LINE に匿名で無料相談。どうせなら見つけたいよね、見つけたいよね、ねえと思うんだよね。でそこはどこなのって言ったら、それは人それぞれやっぱり違うわけですよね。タバコなんかでもさ、まあ僕も辞めてもう15年ぐらいになるからもう分かんないけど、マルボロであったりとかセブンスターであったりとか、いろいろこうね銘柄があるわけだけど、それぞれがこれ美味しいって思うわけじゃん。このタバコがやっぱりかっこいいとか、これを吸いたい、パッケージがかっこいいだとか、味が美味しいだとか、いろいろなものを見つけるのと同じように、仕事もやっぱりその中にどこにこうなんつうのかな、いやこの仕事楽しいよっていうものを見つけられるかっていうのは、それはやっぱりね人それぞれなんですよ。だから先輩たちが、まあ、よくビジネス本とかね、いろいろあって仕事の楽しみ方はこうだよ
とか、ああだよってこうなったら楽しめるよみたいなことを書いてるけど、あれは結局一例にしか過ぎない。あれを全て鵜呑みにしても、いや絶対ほんと丸ごろうまいからこれせよって言ったとしたって、どこまで吸ってもこれ美味しいと思えない人は確実にいるから、あれだけタバコの銘柄ってすごい数の銘柄があるわけじゃんか。っていうことはやっぱりタバコ会社もいろんなビジネスだからね、いろんなマーケティングをしながらリサーチをしながら吸う喫煙者に対して、その喫煙者の趣味嗜好っていうものを分析しながらいろんな味をブレンドして作って、そして商品をあれだけラインナップでこう出すわけですよ。と同じように仕事もね、やっぱり楽しみ方とか、ここが俺の楽しみなんだとか、ここが私の働いてて楽しい瞬間なんだとか、ここがあるから仕事を楽しめるんだとかっていうのは、それも人それぞれ違うから、だからそれはやっぱりね、自分で見つけていくしかない。ただタバコを吸うように働けよっていう意味は何かって言ったら、絶対絶対タバコのように自分にもこの仕事を楽しめる何かの要素があるはずっていうことを探しながら働いてみる。そうすると必ず何かを見つけることができる。で、それを見つけるよりも先に苦しさにまみれて、もうちょっと探すエネルギーがなくなるとかっていうんであれば、辞めるとか転職するとか他の仕事を探してみるとか、まあ今の時代だから兼業なんかいくらでもできるわけだから、今の仕事をとりあえず生活としてやりながら、プラスでなんか趣味でね、空いてる時間に他の全然違う仕事を掛け持ちでやってみるとか、でその新しい方にまた新しいその美味しさ楽しさっていうのがあるんじゃないのかなっていうのを探しながら働いてみるっていうのを重ねていくと、絶対見つかる。何かが見つかる。で、見つかったら、あ、俺が美味しいとか、私が楽しいとかって思うポイントってここなんだっていうのを経験値で掴むと、もうビジネス本はいらなくなります。だからビジネス本とかで、見たり、人の話、先輩の話とかを聞いて、それは一つのタバコの楽しみ方なんだよ、お酒の楽しみ方なんだよっていうふうに聞いて試してみる。でも他にも方法がある。で、実際に自分に合った楽しみ方があるんだっていうことを忘れずに、それを探しながら働いてみるっていうことが、大事だと思います。ぜひ、試してみてください。では今日はタバコを吸うように働けでした。今日はここまで。手前社長本田でした。バイバイ。自分スタイルで、あ、ちょっと失敗したな。久しぶりに失敗したな。まだあったな。よし。OK。